おはようございます。6月22日月曜日6時5分になりました。8分ぐらいになってますけども、音量調整がねなんかねうまくいかなくて、BGM とのバランスがねなんかちょっと今日おかしいかもしれませんが、ご了承くださいまし。なんか雨が多かったりなんだかな、ちょっと蒸し暑くなってきた感じがしますけれども、今日は、こっちを Windows 10の話もねあったんでね、どうしようかなと思ったんですけど、ちょっとまだ Windows 10の話はなんか明確に定まってないこともかなり多いみたいなんで、こちらのニュースというか、まあ、コラムというか取り上げました。シネットジャパンからです。4歳で iPad 中毒も、乳幼児のスマホタブレット利用の危険性とは、ということで、これはですね、スマホを子供というよりも乳幼児でも結構も今使ってると、まあね、父ちゃん母ちゃんが使ってるのでスマホとかでもって、子供がギャギャこう騒ぐ時にこう黙らしたいがゆえにこうスマホを渡しちゃうと、でそうするとそこにこうね、YouTube とかに、アニメとかいっぱい落ちてますから、落ちてるというか、まあ、アップされてるんで、それを見せとくと、まあ、それ見てる間こう黙ってたりとか、まあ、簡単なゲームとかもあるんで、そういうのをやってると、まあ、黙ってるわけですよね。ギャギャわめかずにおとなしくしてるというのがあって、やっぱりそういうものをついついこう渡してしまうと、そういうことをやることでですね、なんていうのかな、子供がそれにだんだんこうハマってしまうということが実際起きてるというのがあってですね、なんかまあイギリスでの事例らしいんですけども、その4歳の子が iPad 中毒、依存症ですねになっていて、であまりにも iPad ずっとやってるから親が取り上げるともう落ち込んでしまって何にもする気がなくなってしまうというか、ずっと塞ぎ込んでるということになって、医者に見せたらもう依存症になってるよということが分かったらしいんですけども、まあ、そういうことがね起きうる可能性はすごくあるんですよね。でまたチビの時からもうその iPad とか iPhone とか iPhone とか、まあ、そういうスマホのタッチパネルでのインターフェースに慣れちゃってるんで、テレビをねテレビの画面で操作しようとするらしいんですよ、そういう液晶パネルを見たら操作できるもんだと思ってる、でそれによってこう指で動かそうとしても全然動かないっていうんで、なんでこれ動かへんのみたいなことを言う子がいると、なんでこれめくれへんのとかね、そういうことでは、もう最近のチビたちにとってはその早送りとか巻き戻しとか当たり前のようになってきてるんで、もう動画っていうのはそういう風に見れるもんだと、だからテレビのライブ放送っていうことの区別がもうつかなくなってきてるね、そんなことにこうなりつつある。で、ただ一方でその学校の教育の中でこういうねタブレット端末みたいなものが取り入れ始めて、で、まだまだこう実験段階なんで何とも言えないところはあるんですけども、ただそれを取り入れたことによって理解度が上がったりとかですね、成績が上がるっていうことはあるらしいんですね。ただまあこれも私はねなんとなく一過性のような気がしていて、新しいものが入ってきたことによって子どもたちがこう興味をすごい持つから、それでこう一過性としてこう理解度とか試験をやれば点数が上がるとかではないのかなという気がするんですね。その街中に溢れまくってたら当たり前のようにみんながスマホタブレットがもうね、当たり前のように家庭の中にあって、それが普通に使える状態であれば別に珍しいもんでも何でもないし、興味を持つもんでもない、というふうになっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。
だから、なんていうのかな、今学校教育って日本なんか、まあ、先進国なんかそうですけど、学校教育って受け入れて当たり前やと思ってるんですけど、実はそれは当たり前っていう国の方が実はすごい少ない、世界的に見ると。でほとんどのところが教育なんて受け入れないっていうところが圧倒的に多いわけであって、そういうところの子どもたちは本とか見せるともうものすごい興味津々なんですよね。そんなもんがないから普段の生活の中で。で、あのノートに絵を描くとか、まあ、文字はもうそもそも描けないでしょうけど、絵を描くっていうね、鉛筆で何か描くとか、そういうこと自体ができないから、驚くほどそういうことに興味を持つんですけども、それと同じようなことが今は起きてるだけのような気がするんです。その日常生活の中でそんなにタブレット端末を触れるっていうことがないので、もう飽きるほど触っていいよっていうことだね。だからそこが起きてるだけのような気が私は、するのと、でそれともっと問題は、こういうその子供の時に、まあ、メリットデメリットあるでしょうけども、そういうタブレットに慣れたことによって、スマホに慣れたことによって、そういうインターフェースになれると、大人になってから社会で役立つみたいなことを言うかもしれないんですが、大人になった時にはもうないと思うんですよね。スマホとかタブレットみたいなものが、もうそもそもそんなものが存在してない。だから結局ですね、いつになってもゼロからいろんなことを学ばなきゃいけない状態になりつつあるので、そこのその新しいものをどうやって吸収するかっていう能力を身につけるために、いろんなものを触らせるっていう方がいいんじゃないかなという気がするんですね。だからどん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 、そのいろんなインターフェースっていうものを体験していかないと、その、なんていうのかな、親がもう理解できないから、ついていけなくなることによって、子どもたちももっと戸惑っていくというか、こういう機器のインターフェースとかそんなものがものすごく激変していくので、それこそ今のね、ソフトバンクのペッパーなんかがものすごくこれから広まってくるでしょうけど、ああいうものが出てくるとまた違うインターフェースが出てくるんですよね。まあ、その中でどういうふうにその小さい時からそういうものを接していくとどうなるかって全く未知数で、なんていうのかな、それがいいとか悪いとか以前に、そういうものにこう次々新しいものを使いこなさなきゃいけないっていう世の中になってるっていうことを理解しといた方がいいんじゃないかなという気がします。まあ、そのことをね、こう理解しながらこうでやっていかないといけないんで、世の中的には結構大変になってくるか、あるいはもうあまりにも自然に、生活の中に入り込むようにそのうちになってくるんで、もう全然意識してない、コンピューターとかそういうものを意識してないっていう状態になって、そっちのそのコミュニケーションとか価値観の変化の方がすごく気になりますよね。人間よりも機械の言うことの方を信じていくという結果になりそうなので、そこをどうするのか、多分そこの方が一番問題になるような気はしますね。さて、そんなところでもう6時16分になりました。今日月曜日です。今日からまた新たな1週間ということで、今日夏至ですね。昼間が一番長い日ですけれども、まあ、夜ね結構7時回っても明るいんで、そんな日になってきましたが、まあ、またこれから暑くなりますが頑張っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。